王領テルンから出て近くのファランデ鉄道公園まで歩きます。前夜の雨でかなり樹木の葉っぱは落ちてしまいましたが、それでもまだこんなにすごい紅葉です。ちょっと滑りやすくなっていたので気をつけながらゆっくり歩きました。動画はね、長くなるので少しだけ早送りにしてあります。しばらくこの紅葉の並木道を一緒に楽しんでください。まだ王領の敷地です。どれだけムンジョン王妃が権力を持っていたのか分かりますね。
ここで信号を渡ろうと思います。何でしょう、軍服姿の人たちがいますね。士官学校のようです。それで敷地も広いし、制服を着た人もいたんですね。長い敷地に線路や車両が保管展示されています。見てるだけでもなかなか面白いです。Thank you.
ょっと乗ってみます。ここに燃料を入れて走らせていたんですよね。しかも人力で。昔は大変な作業が多かったんだなぁと改めて感じます。関係だけではなく、いろんなオブジェがありますね。飛びつかれました。遊んでほしいよって言ってる感じでした。Thank you.
プロを置いて周りを映してます。一番端まで来たようです。同じ道を戻るのは面白くないので、公園の裏側の道を歩いてみます。ランチタイムでした。こんな素敵な公園でランチできるなんていいですよね。そろそろ帰りましょうか。ソウルの中心部もイチョウの並木道で綺麗ですが、それよりもさらにすごい韓国の秋を楽しめました。今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。